マートルコービン1880年頃、ジェームズ・アール・アップルゲート・マートルコービン、エングレービング・キルカ1871から1881、ジョセフィン・マートルコービンは、アメリカ合衆国の四本足のサイド小芸人の女性である。彼女は、テネシー州、リンカーン・カウンティーに生まれ、テキサス州、クリーバーンで没した。コービンは二連体で、 体軸が成長するにつれて割れている結果として、ウエストから下に二つの骨盤を並べて持っていたという事実を指した。小さい内側の足のそれぞれは、外側の足の内の一本とペアであり、内側の足で移動することができると言われたが、歩行するにはあまりに弱かった。ブルックス・エイチ・ウェルズという医師は、彼女を融合による怪物的奇形の内物をザファリック。 イディアデールフィックな段階に属する女性と特徴づけた。他人がもし人と一緒にいる彼女を見たとしてもヒップが異常に広く、そして身ごなしはない反則の人には普通なものと思うだけであろう。私はミセス b を四本足の少女として幼い頃から知ってるが、私が内外双方の生殖器の完全な発達を理解したのは、 彼女が妊娠して私自身の患者になってからである。ルイス・ホ・エーリー、クエテット・イン・ザ・ブリティッシュ・メディカル・ジャーナル、1889、その上、ホ・エーリーは、オートと無月経が2ヶ月間続いていたことに注意し、アトランタ・メディカル・サージカル・ジャーナルのために症例を、詳しく書いたが、これが1880年代後半を通じて、交尾に対する関心の復活につながった。アメリカや、 世界中の医療雑誌は今や成熟しているコービンに新たな注目を向けたので彼女のパーソナリティに関する詳細は女そのものの感覚をあらわにした。ある記事ではこの淑女、ミセスビー、かつてのマートルコービンは魅力的な顔で体は健康で家庭の義務の世話をすべてすることができる一方で他の場所では彼女は大変知的であると評された。ありがとうございます。